はい、厚電のブースに来ました。おはようございます。おはようございます。久しぶりの厚電さんなんですけど、なんか新製品が出たと聞きました。はい、新製品あります。じゃあ説明お願いします。はい、こちら新製品 SGM250LX というモデルになります。もともとデジとかに使える SGM250CX というカメラマイクがありましたけれども、こちらもともと見ての通りストレートの XLR コネクタでした。でこういうタイプだとケーブルが外に出ていろいろとケーブル周りが煩わしくなりがちですので、我々こういった特殊なコネクタ、薄い L 型コネクタを採用しまして、マイクはそのままコネクタを L 型に変えて SGM250LX というものになります。これであれば通常のストレートコネクタよりもだいぶ出っ張りが抑えられて、またケーブル周りの取り回しも大変良くなりますので、使う方にとっては非常に嬉しいポイントなのではないかなと思います。また、カメラにしまう際も、そのままケーブルを外す、コネクタを外すことなくしまえたりもするので、まあ、ちょっと1個それも1つ嬉しいポイントかなと思っております。この L のポイントなんですけど、例えばまあキヤノンさんはね、ホットの位置がこう上だったりするじゃないですか。これまた、はい、あれソニーさん逆だ向きだったんですけど、はい、このやっぱその角度、この今ついてるこの斜め45度みたいな角度ってのは、それを考慮した角度ってことですね。そうですね、これが角度が横だったり下だったり上だったりだとどこかしらに干渉するところだったので、一応斜め出しが一番どこにも干渉せず、いい角度出しかなと思っております。ただ注意点としては、この角度はちょっと変えられないので、ちょっとそのまま、変えてしまうと保証対象外になりますので、そこだけご注意というところです。まあ、でも今これパッと見てこの角度だったら、まあ、干渉しないから家来る必要はないですもんね。うん、はい、ぜひそれでお願いいたします。なるほど。厚電さんでしたでしょ、終わりたいんですけど、実はなんかここに参考出品とちょっと見たったんですけど、これちょっとこれも聞いていいですか。はいはい、こちらのソニーさんの UWP 今 D11 がございます。でソニーさんのこれラベリアマイクがこちらにあるんですが、こちらもともと全指向性無指向性のラベリアマイクですので、まあ、うるさい場所だったり、まあ、部屋が小さくて反響音が拾っちゃうよっていう場合ではちょっと使いにくい場面も あるんじゃないかなと思います。そこで我々はこの UWP 用の単一指向性のラベリアマイクというのを、今参考出品で出しております。これであれば、うるさい場面でも、まあ、多少反響音が入る場所でも単一指向性なので、口元の音をメインに拾って、周りの音を拾わないというようなのが、実現できるのではないかなと思います。また単一指向性の、特性に沿ってこのクリップ部分も角度が自由に変えられるようになっております。これは縦ピンになったり横ピンになったりっていうのがご自身によって、決められますので、これで単一指向性をより活かせるのではないかなと思います。なるほどね。街ロケとか結構ねざわついたところでは本当ね無指向性といろんなものを拾っちゃってたんで結構苦労したんですけど、これだったらスパッと来れるってことですね。はい、ぜひこれをちょっと今まだ参考出品なのですが、今年の末頃か来年かぐらいには販売できればなと思っております。あ、これはちょっと、うん、使いたいですね僕も。ぜひ。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。厚電さんでした。はい、ブラックマジックデザインのブースやってきました。おはようございます。おはようございます、よろしくお願いします。なんかまたいろいろ、まあ、今回ねカメラの方もあるんですけど、ちょっと気になったのはこのスローシステムですか。はいはい、そうですね、今回あの NAB でも一番大きな発表の一つですね、ダヴィンチリゾルブリプレイエディターということで、これ自体は、ダヴィンチリゾルブのコントローラーの新しいモデルの一つになるんですが、こちらを使っていただいていわゆる、スローとかリプレイ、ですね、そういったものを実現するソリューションになっております。で、ダヴィンチリゾルブだけでは今回このライブリプレイはできなくて、隣にあるこのラックが肝になるんですが、仕組みとしてはですね、まず弊社現在販売しているこのハイパーデックシリーズ、こちらがまずエンコーダーになりますので、まあ、カメラからの信号をベースバンドで受けます。でこいつがプロレゾだったり DNX だったりにエンコードして、それをネットワーク越しに弊社のクラウドストアというのに素材を書き込んでいくと。なのでこのメディアは使わないでこの NAS に収録してるんですね。でその NAS に収録してるファイルをダヴィンチリゾルブで収録しながら読み込んで、リプレイとか、ハイライトとかをどんどん作っていくという感じになってますね。今ここ見ていただくと赤い丸がついてると思うんですが、こちらはレコーディング中のファイルですよっていうようなマークになりまして、
今まで収録を止めないとダヴィンチって素材読み込めなかったんですが、今回からはそのライブリプレイを見しながら読み込めると。でこちらのコントローラーを使っていただいて、まあ、ランっていうのをやるとリプレイとして流れていくみたいな。でこちらでもちろん可変スピードを変えられたりとか、あとはダヴィンチリゾルブですので、リプレイ、はい、もちろんなんですけど、タイムラインにどん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 並べてハイライトを作ったりとか、まあスポーツ中継しながら縦型の例えば動画を作ってライブ中に SNS 動画を上げられるとか、そういったような機能もついております。これあれですよね、まあ、今までスロー出しっていろんな機種があったと思うんですが、うん、意外と値段張ったりするじゃないですか、はい、で今回のこれを見ると従来例えば自分たちで持ってる機材、ね、ブラックマジックデザインの機材を組み合わせると意外とコストを抑えて構築できるところでいいのかね。そうですね、もうお客様のご予算と現場の必要台数に応じてハイパーデックも小さなものから大きなものまでありますので自由に選んでいただけますし、あとはクラウドストアも容量いろいろありますので、もう本当に自由自在になんか組み合わせで選んでいただけるって感じですね。このやっぱベースのコントロールパソコンにはそれなりのスペックがあれですよね、まあ、多分ソースによりけりだと思うんですけど、ちょっといる感じですよね。そうですね、やっぱライブでちょっといじっていくので、普段の編集よりと同じことをやるとしたら少しスペックがあった方がよろしいかなと思いますね、まあ、それもあとは扱う素材量とかによってですが、まあ、例えばスローモーションとかをやるときに、コマを AI 保管する機能とかあるんですが、まあ、そういったものを使う場合はちょっと高スペックなパソコンが必要になるかなと思いますね。AI 保管はもうまずすごいわ。それが今回から、高速っていうものがついて、それがライブ用の保管モードになりますね。多分今映ってるのはこのコントローラーなんですけど、これはそろそろ発売な感じで。そうですね、ちょっと、今月予定なんですがちょっとまだ少し遅れてるって感じですが、じゃあちょっと次行ってみましょうか。はい、はい、カメラの方です。これもちょっと関西の方でも出されたことで有名、話題になりましたね。そうですね、こちらも、まあ、NAB の方で発表しまして、ちょっと発売は、まだこれからなんですが、PIXIS 6K ということで、まあ、フルフレームで、しかもキューブ型のデザインということで皆様のご要望が多かったものを、まあ、叶えたカメラになっております。もうなんだろう、今までのなんだぞブラックマジックを出してきたカメラと結構様子が変わって、なんでしょう、本当になんか今までのカメラよりもなんだろう、余計こう制作寄りになったような、なんかリグも組みやすそうだし、うん、こう質量的にも、ね、固まってるんで、そのなんだっけ、ジンバルとかに載せやすそうな感じですね。そうですね、まさにポケットシネマカメラとかシネマカメラシリーズ、まあ、ハンドヘルドのカメラ結構ご好評いただいて皆さんに使っていただく中で、まあ、あれはあれでいいんですけど、やっぱジンバルに乗っけたりとか、なんかこう突起につけたりとかするときにこういうデザイン、あとキューブ型で、まあこの辺にいろいろ穴が開いてる方がいいよということで、まあ、満を持して出しました。で、まあ、センサーはフルセンサ ー、スーパー、フルセンサーですね。で 6K で収録ができて、まあ、シネマカメラ 6K というカメラがハンドヘルドの出てましたが、まあ、それの後継基盤みたいな形ですね。で昨今の大きな違いは 12GSTI の出力がついてますので、 4K60P のベースバンドの出力もこちらのカメラはできるようになっております。レンズマウントの方は、L マウントですね。トレンドですね最近の。で、ね、で一応、L 以外にも、PL とあとロック式の EF、 こちらも、ラインナップで選んでいただくことができるようになってます。なるほど。あとまたビューファーもちょっと変わってましたね。そうですね、 USB-C で接続できるビューファーになってまして、今までよりもビューファーの解像感とかもかなり高くなってますので、まあ展示会でもかなりお客様にはご好評いただいているデザインになっております。これバッテリーの方どうなんでしょう。バッテリーはこちらも今ついてる新しいタイプですね。なんでラージタイプ使っていただければかなりの時間持つようになってますね。ソニータイプの。あ、これソニータイプ。そうですね、60とか90とかあのタイプってことですね。そうですね、今ちょっと外してみましょうか。ああはい、 U タイプのバッテリーですね。 12V でしたっけ。はい、そうですね、それがそのまま使えるってことですね。そのまま使えます。あ、そうですよ。これだったら、まあ、今までのポケシネ系のあれって
本当瞬間しか使わなかったから。そうですね、今までがだいたいやっぱりそうですね、40分50分とかだったと思うんですけど、まあ、これであれば1分でもちょっと出っ張りますけど、まあ、かなりの時間持つかなという感じです。収録メディア的には、まあ、CF エクスプレスですね、タイプ B が2枚入るようになってますね。まあ、この辺も最近、まあ、6K とかになっちゃうとこれだと厳しいですもんね。そうですね、あとは、まあ、そうですね、あと USB-C で外付けのメディアにも収録することができる。ああ、外にも出せるんですね、そのまま。方位も完璧ですね。そうですね、あとは、メディアじゃないんですがイーサネットの口がついてまして、こちらからですねインターネットにつないでいただければ、例えばこちらのカメラで収録しながら弊社のクラウドに、プロ機種を上げて、で、それを弊社のクラウドサービス経由で遠隔地で編集ができたりとか。すごい。もういいわ。まあ、そんなクラウドワークフローも対応してますので、収録し、止めることなく収録しながらクラウドにどんどんプロ機種を上げて、編集者エディターさんはその遠隔地からもらった素材を、まあ、どんどん編集できるという形になってます。なるほどね。いやこれね、このモニターもなんか大きくなったっていうか。そうですね、ここもデザインも変わりました。解像度がちょっと良くなったように見えるのは気のせい。そうですね、多分、まあ、ちょっとサイズがちっちゃくなったんで、そう見えるのか。木とかね、たたかない。でももう全部なんだろう、この辺に全てを集約して、ね、オペレートしながらも何かできるってこと。おっしゃる通りですね。メニュー的にも、まあ、従来のカメラと同じような感じですよね。グラフィカルなデザインで。なるほど。これまだこちら側にプレートが付けられて、まあ、ここにもチーズプレート的なものがあるんですね。なるほどね。これの、あ、こうね、これロゼットあれですもんね、うん、いろんなものが付けられるからなかなかいいですね。あとこちらが、ビューファー用の USB-C で、つながってる。この C って専用 C ですか。あれですね、ディスプレイポートの C を使ってる企画になります、ね。じゃあ、その対応のケーブルだったら汎用でもいけちゃう。いけるはずですね。なるほどね。こちらからは電源復帰ができるという形。ミニエクセラーの、ね、入力ですね。なるほど。まだあれでしたっけ、販売というか、まだ予定が分からないんでしたっけ、まだ。そうですね、まあ、今年 IBC ぐらいには出るかなという。 IBC って出ちゃうレベルですか。おそらく、ごめんなさい、まだちょっと未定なんですが。じゃあインタビューだったらなんか皆さんのお手元に届いてるんじゃないかと思っております、ね。なるほどね、わかりました。ちょっとこれは楽しみなものですね、はい。だからこれとこれと組み合わせてなんかいろんなことが、そうですね、そつなく、まあ、まとまったブラックマジックデザインでしたというところで、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、リーベックさんのブースに来ました。おはようございます。おはようございます。今回、ニューって書いてあるんですけども、これは従来のあれとあれですよね。あ、そうですね。こっちの、ペデスタルの方は LXE ペットっていうものになりまして、昨年の4月に発売した従来の製品になりますね。でさらに今回コントローラーが増えたのね。そうですね、今年の4月ですね、ちょうど発売いたしまして、こちらの足で操作するあのリモコンが発売しましたね。でこれで、まあアップ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 で次反対踏んで、反対踏んでダウン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 。なるほど。まあ、今までこう手動のリモコンがまあ足でできるということですね、はい。そうですね、やっぱりあの PTZ カメラってこのコントローラー両手でいじるので、それで両手でいじりつつさらに手でこの上下っていうとなかなか煩わしいってお声が市場にありまして、まあ、というところで足でこう操作しながら両手をカメラをいじるっていうところで開発いたしました。このLANケーブルどれぐらいまで信号届く感じですか。ですね、一応社内で試したところですね、300メーターまで。あ、300？ はい、あの確認取れてるんですけども、それ以上伸ばしてもあの遅延なく使えるとは思いますので、他も長さは全然気にしなくても大丈夫だと思います、ね。なるほど、はい。これこの LXE ポッドなんですけど、はい、大体ユーザーさんはどういう方が多い感じですか。
そうですね、まあ、結構多岐にはわたるんですけども、放送局さんとかケーブルテレビさんとか、あと特に多いのはやっぱりあの音楽ライブの撮影の、プロダクションの方とかですかね、っていうところが多いですかね、お客さんとしては。なんかちょっとした俯瞰が取れたりとか、はい、まあ、越しで取れたりとかが簡単にまあできて目線が変わるっていうところでしょうね。そうですね、やっぱりそういうところで結構需要がございまして、はい、使っていただいてますね。今だいたいこれであれですか、高さが80ミリ、もうちょっとなんかこう全高さ的に80ミリぐらい、あ、800ミリか、はい、80センチぐらいですかね、これ。もうちょっと。そうですね、今のところはそれぐらいの高さですけども、まだ下のところが伸びますので、全部でこのストロークも伸び、伸ばしますと2メーター61センチまでですかね、上まで。まあ、ストロークだけで言うと800ミリちょっとぐらいな感じですね。そうですね、これもうちょっとあれですかね、もうこれからもう少し1000とか100センチぐらい伸びると、もうちょっとね、本当に簡易的ななんかクレーンになりそうですよね。そうですね、そこまでいくと結構やっぱ高さも出るので、はい、ちょっと期待したいなということでそうですね、あのご期待いただければと思います。この先どうですか、まあ、インタビューとかあるんですけども、はい、なんか、まあ、面白いものが出そうですか。そうですね、今そこに向けて絶賛あの開発中ではございますので、うまくいけばそこでまた新製品とかいろいろと紹介できたらなと思いますので、じゃあインタビューには来てねと。はい、そうですね、ぜひともリーベックブースにお立ち寄りいただければと思いますので。はい、はい、ということでリーベックさんでした。はい、銀一ブースに来ました。まあ、銀一といえばいろんなものがあるんですけど、僕個人的に大好きなスティーディカムの方行きたいと思います。おはようございます。おはようございます。ついになんか実機がというか出てましたね。これがスティーディカムアクシスという新製品になります。ゼファーの上位互換というか、そういうイメージでいいんですかね。エアロとゼファーが統合された形になりまして、まあ、ゼファーは、まあ、耐荷重 10.4 なんですけど、まあ、こちらは耐荷重9キロになったのは、まあ、このボルトシステムが、まあ、ついたところでちょっと耐荷重が軽くなっちゃったって形にはなりますけど。あのボルトシステムって僕勘違いしたんだけど、 あれは、まあ、いわゆる後付けだけど、今回のこれはもう組み込まれた一体型になったっていうことでいいんですかね。あ、そうですね、あのアクシスはこのボルトシステムが込みで、なっている製品となります。これ多分、知らない人は全く分からないけど、何がじゃあ普通のスティディカムと違うのっていう話なんですけど、まあ、簡単に言えばなんか、なんだろう、大きいジンバルっていうかね、その辺をモーターでなんか制御してるっていうことなんですよね。めちゃくちゃ簡単に言うと、あのこれはもうパン方向、ロール方向、チルト方向のをモーターで電子制御することができるようになったので、まあ、変な話、あのこれはまあ左手いらずのステディという形になりますね。まあ、今までステディだと、ね、この辺のバランス取るのがなかなかボディーワークも大変だったですね。それをまあ機械的に結構保管してくれると。はい、そうです。まあ、あのちょっとこう例えば本来、まあ、電源切ってる状態だと、あのまあ、左手で、ね、まあ、本来のステディはこう感性でくるくるやるんですけど、まあ、これもこう普通にこうやったらこうなんかどんどん、ね、ずれていくと思うんですけど、これ、まあ、私こう左手触らないんですけど、こうやると止まったままこう難しいんだ、角度的に、まあ、こうカメラ正面に行って、まあ、こういう動きしても全然ブレてないと思うんですよ。これが本当大きなところで、あれですよね、こうスティディカムのこう入り口をかなりかんなんだっけ広くした感じですよね。そうですね、まあ、基本的なあのバランスの取り方とか覚えていただければ、左手の操作に、まあ、左手添えていただいて、まあ、自由にパンとかしていただくのが普通なんですけど、あまりこう神経質にならずに絵に本当に集中できるっていうのはすごくこのアクシスのいい利点だと思います。この、まあ、ボルトシステムもそうなんですけども、ここにこう電気でこう力が加わってこう安定させてっていうところは、例えば 100m で引っ張っていって最後の、ね、10センチでブレたとかね、風で吹かれたっていう時にめちゃめちゃ大変ですよね。風とか少し過酷な環境であっても、まあ、絵に集中できて、
まあ、撮影の失敗が少なくなるっていうのはすごくいい利点だと思います。でこれ XYZ 軸おのおのなんか自分の好みにコントロールも、なんていうか加減、力の加減っていうんですか、ね、それもできるっていうね。そうですね、パン方向、チルト方向、ロール方向の制御がここでできるようになってるんで、ここのボリュームをこう全部下げちゃえばもうただのステディになるし、まあ、こうパン方向だけが気に入らないみたいな場合はチルト方向だけ制御する、チルトロール方向だけ制御すると、まあ普通の従来のボルトみたいな形の運用もできます。まあ、あと何ですか、インターフェースっていうんですかね、これ入出力のなんかあれもすごい増えましたよね。入出力、そうですね、まあ、ゼファーとかよりもちょっとだいぶブラッシュアップされてて、あの SDI が2系統、こうですね、2系統あって、でレモ3ピンの電源、まあ、これ 12V ですけど、それと D タップが、後ろと前かな、前にもあるんで、まあ、あとベース側にもあの電源、まあ、SDI 当然出てるんですけど、まあ、あるような形にはなってます。上にあれ、これあれですね、あの 15mm のロッドが、あ、そうです、そうです、あのここにロッドつけてもらって、あのフォーカスとか、まあ、あのローモード用のモニターをつけてもらったりとかいうこともできますね。しかもなんかね、あの値段聞いたらめちゃめちゃ安くてちょっとびっくりしたんだけど、で 今の段階で209万7千円税込みですね。あ、そうですね、前のゼファーとほとんど、ね、値段一つもね、あのゼファーのもう最後の方のもう終盤になっちゃったんですけど、値段とあまり変わらない。いや、よくこの値段でできたなと思って、もうすげえ。本来もうボルトだけでもう大きいボルトだと150万ぐらいするので、そうなるともうこれボルトもついてるし、アームもベストもついてる、スレッドもモニターもついてると考えるとめちゃくちゃ安いです、まあ、ただ9キロまでっていうことはそうなんですけど、まあでも十分ですね。そうですね、あ、なんだろう、ちっちゃい VP とか映画もそうだろうと思うんですけど、なんだろう、小規模なバジェットの時にも本当にいい組み合わせですね。そうですね、まあ、例えば、ソニーの FX6 とか、コモードとかそういった、まあ、小型のシネマカメラにレンズ乗っけて組む分にはすごく便利な、まあ、場合によってはブラウノとかもできると思うんで、銀さんはね、このステディの講習会ブロンズなり、はい、シルバーもやってるんで、まあ、そこのところでも体験もできるということで、まあ、ぜひみんな広めてほしいなということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで銀さんでした。